現像に続いて翼の世界を羽ばたいていくか。次々と言ってしまうな。もちろん全日本で招集がかかった際には井の一番で駆けつけますよ。すごい、翼くんと互角。次に会う時にはお互いすごい選手になっていいよ。俺は世界一のストライカーになるんじゃなかったのか。今ここにいるのは全てアンダーフィフティーンの選手たち、いわばレッドストームの未来。行くぞ。望むところだ。ピエール。助けない。あやつだ。話にならんな。一太君のシュートをいとも簡単に防いでしまったミューラ君。さすがドイツナンバーワンゴールキーパー。クライタイガーショットだ。高い力のシュート、日本ピンチ。翼くんがゴール前に登った。飛んだ。ボールを奪った。豊かレッドストーム。全日本は可能。